はい、皆さんこんにちは。ベーシストのブンです。普段は岡山の秘密基地で初心者の方向けに音楽レッスンをしています。今回ご紹介するのはこの方です。はい、ラッドウィンプスの武田祐介さんです。まずラッドウィンプスといえば、その語りかけるような歌声や文学のような歌詞、そしてキャッチーな旋律が特徴的な、まさに日本を代表するロックバンドだと思うんですけど、その上で武田さんのベースが楽曲に様々な彩りを加えているように思うわけです。それは大きく3つあると思うんですけど、それが多彩なスラップ、一瞬の軽やかな早弾き、そして場を掌握するリズムです。まず多彩なスラップなんですけど、武田さんはいわゆるメジャーシーンのミュージシャンの中でも屈指のスラップの使い手です。それは例えばお釈迦様なら、ところどころでシンコペーションが出てきます。このシンコペーションに関しては、詳しくは前回このチャンネルでご紹介したサカナクション草刈さんの回をご覧いただければと思うんですけど、簡単に言うと、本来なら次の一拍で出す音をその前の拍から鳴らす、そういうリズムのことなんですけど、このシンコペーションを効果的に使うことで非常に個性的なフレーズとなっています。ちなみにこのスラップの多彩さで言うと、やゆという曲も印象的です。というのも、この曲では一拍目に音を出さないアプローチやアクセントを変えるアプローチがあるからです。特に一拍目抜きに関しては、以前このチャンネルのひなっちの回でもお伝えしたんですけど、リズム面とハーモニー面で非常に重要なこのベースの一拍目を抜くには、演奏者自身にバックビートをはじめとする安定したリズム感が求められるし、何よりバンドメンバーに対して、ここまでギリギリを狙っても大丈夫だろうと、そういった信頼関係があってこそ成り立つものだと思うわけです。ちなみにこのバックビートに関しては、以前ご紹介したケンケンさんの回を、そしてギリギリを狙うプレイに関しては亀田誠治さんの回をご覧いただければと思います。続いて一瞬の軽やかな早弾きに関しては、個人的に例えば前前前世とか一星なんかが特に印象的なんですけど、武田さんはバンド全体が静かなアレンジの時にメローな16分音符を入れることがあります。これちゃんとしたテンポで弾くのが案外難しいフレーズなんですけど、にもかかわらずあれだけさらっと弾いていると、そして何より肝心の歌の邪魔にならないように、そのフレーズは絶妙な位置に配置されていて、まさに裏メロの妙だと思うわけです。最後に場を掌握するリズムなんですけど、これどういうことかというと、武田さんはベースの音数を増減させることで同じ曲でも違う色彩を加える名手なんです。それは例えば前前前世だと B メロの後半でドラムがハーフタイム、つまりゆっくりなノリになるんですけど、それに対してベースは8ビートでスピード感を出しています。それによって一旦落ち着きたい気持ちと、それに相反する急ぎたい気持ちが混在しているような、まるで登場人物の葛藤を表現しているようで、とても印象的なわけです。そんな多彩なスラップ、一瞬の軽やかな早弾き、そして場を掌握するリズムなんですけど、共通するのがリスナーを飽きさせない工夫です。
そしてその真骨頂とも言えるような曲があります。それが棒人間です。というのもこの曲はその構成として起承転結を作り上げるのがめちゃくちゃ難しい曲なんです。この棒人間、リズムとしては8分の6拍子というリズムになります。この拍子はリズムの基準となる8分音符が1小節に6つしか存在しないので、いわゆる4拍子のリズムと比べると次の展開へと進むまでの余白が8分音符2つ分少ないわけです。しかもこの棒人間はテンポ自体もそこそこ速いことも相まって、総合的に見て余韻や行間を入れづらい、そういう枠組みになっているわけです。その上でこの曲のメロディーや伴奏も全体を通してほぼ1ブロックの繰り返し、つまり起承転結を作りづらい構成になっていて、ここで歌メロとリズムだけを抜き出すと、もともとドラマチックなメロディーとはいえそれが繰り返されると考える場合、どちらかというと淡々と進むような、そういった雰囲気の楽曲になります。ここで武田さんのベースなんですけど、この曲の冒頭、特に1音目はやや伸ばし気味な、そんなフレーズからスタートします。そして次にその冒頭ブロックが終わった直後のいわゆるイントロ部分では、先ほどの伸びやかなフレーズに細かな16分音符が加わります。こうすることで曲の起伏が1段階上がるような印象を受けます。そして極めつけはこの曲の終盤なんですけど、武田さんはもはや第二の歌メロとでも言っていいような、そんなフレーズで楽曲をクライマックスへと導きます。つまりこのベースラインで楽曲の起承転結を作る、そんなアプローチに武田さんの凄さを感じるわけです。これはいわゆる作曲あるあるなんですけど、何曲か作っていくうちにどれも同じ曲に聞こえる、そんな症候群に見舞われることがあります。これはひとえにどんな曲を作る時でもリズムアプローチが変わらないから、そういったことが一つのヒントだったりするんですけど、その点ラッドはロックバンドでありながらファンクやヒップホップ、あるいは変拍子といったようにいろんなリズムアプローチが可能なバンドなので、例えばアルバム1枚を通して聴いてみると、それぞれの楽曲にその都度新鮮さがあって飽きないわけで、それを僕は縦の鮮度と呼んでいます。その一方でそれぞれの曲は最後まで楽しんで聴いていられるか、飽きずにいられるかっていう側面もあって、これを僕は横の鮮度と呼んでいます。これはアレンジ、つまり演奏フレーズや伴奏を制作する領域だと思うんですけど、それこそ棒人間なんかがまさにそうで、物語の途中に変化がなければどのブロックも同じ印象に聞こえてしまうわけです。かといってこのアレンジ部分でたびたび変化を加えすぎると情報量が多すぎて聞き疲れを起こしたり、食事でいうところの嫌な腹いっぱいになることもあるわけです。その点武田さんのベースフレーズはそのメリハリが極めて秀逸で、僕はここでそのスタンスとしてポテトチップス理論を連想するわけです。これは東野圭吾さんのガリレオをご覧になったことがある方はご存知かと思うんですけど、その作中でポテトチップスはなぜ期間限定でトリッキーな味を発売するのかと、そういう問いかけが出てきます。それは最終的に
メインである薄塩味を飽きさせないためなんだそうです。この話を聞いた時、多彩なスラップや一瞬の軽やかな早弾き、そして場を掌握するリズムを扱う武田さんのベースプレーがまさにこれだなと思ったわけです。それはつまり、普段はオーソドックスなフレーズを中心として歌を支えつつ、時に期間限定の変化を加えることで曲そのものの鮮度を保っているように思うわけです。そしてその結果として、どの曲を聴いても最後まで飽きずに楽しく聴いていられる、そんな武田さんのベースプレーを聴くたびに、バンドの黒幕と呼ぶにふさわしいと思うわけです。秘密基地の文でした。